田中さん、いつもお世話になっております。本日6時のお約束だったと思うのですが、何かありましたでしょうか？は？別にないけど。でも今日はキャンセルで。え？キャンセルですか？本日は契約のお話を会食の席でさせていただくと思っていたのですが。あー、そうだっけ？まあ、でもそういう気分じゃなくなったから、キャンセルでよろしく。承知いたしました。できれば、事前にご連絡をいただければと思います。あ？何？お前まさか俺に文句言ってるの？お前自分の立場わかってる？こっちはお前の取引先なんだぞ。そっちはただの下請け工場だろ。お前と飲むかどうかは俺が決めるんだ。わかってるだろ？すみませんが、今回は契約の話だと伺っていたので、我が社の担当も揃っておりました。次回は確実なお日にちをいただければと思います。下請け会社のくせに、偉そうに。調子に乗ってるからそうなるんだよ。こっちはお前らと飲む気分じゃないっつーの。お言葉ですが、私たちも仕事で来ておりますので、気分で当日キャンセルされると少々問題があります。次回以降は避けていただけると助かります。うざいなぁ、ほんとに。お前みたいな奴はうちの担当にしたの誰？完全に底辺じゃん。申し訳ありません。来週のイベントには参加していただけるということでお間違いないでしょうか。あ？イベント？ああ、懇親会か。参加って言っただろ。人数は全社で参加だと80名となるかと思いますが、このままで大丈夫ですか？適当にそうしといて。細かい人数はわかんないけど。わかりました。出席欠席を取りまとめていただいていると思いますので、当日に分かり次第ご連絡いただければと思います。は？なんで連絡しなきゃいけないの？会場側との人数の把握の関係です。大幅に変更がないようであればいいのですが、かなり変わるような時にはご連絡ください。めんどくさいな。お前に連絡なんてしないよ。そこは適当にうまくやってくれる？うまくやりたいと思っておりますが、例えば10人以上急遽キャンセルとなりますと、会場側にもご迷惑をおかけしてしまいますので。あんたさ、俺より相当年上だよな。はい。もう40くらい。私は38です。俺より8歳も年上なのに、そんなしょぼい会社で働いて年下の俺に舐められてるの辛くないの？俺なら絶対無理なんだけど。舐められていると認識すると辛いですが、仕事として取引先の田中さんとうまく付き合っていけたらいいなとは思っていますよ。私たちの会社の今後のためにも、ぜひ関係を強固にしていけるといいですね。はぁ？何言ってんの？はい？俺たちの会社とお前んとこの工場一緒にするなよ。一緒にしたつもりはありません。そう感じさせてしまったのであれば申し訳ありません。俺たちエリートと工場勤務のあんたらが同じなわけないよな。お前は俺がどんなにひどい扱いをしても何もできないもんな。お前らは所詮下請けなんだから。ひどい扱いをしてもというのはちょっと行き過ぎかなとは思いますが。でも実際そうだろう。あんたには何もできない、それが事実だ。それが底辺下請けの立場だろ。今日のところはキャンセルということでお受けしました。契約の件については後日また改めさせていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。懇親会の会場については先日メールでお送りしましたので、情報の共有をよろしくお願いいたします。はいはい、気が向いたらやっておくわ。懇親会は重要な行事となりますので、くれぐれも関係者の方への連絡伝達お願いいたします。わかったって言ってんだろ。お前に何回言われても変わらんから。失礼しました。もし勘違いされていると困るので念のためご連絡しますが、我が社は全員参加の予定ですが、社外の関係重役の方々も参加しますのでご注意ください。んじゃ、今飲んでて忙しいから、下請けは勝手にごちゃごちゃほざいてれば。じゃあな。それでは当日よろしくお願いいたします。田中さん、懇親会開始まであと15分ですが、大丈夫でしょうか？あ？何が？
御社の社員さんがまだ一人も会場に見えていないんですが、何かありましたか？大丈夫でしょうか？あー、そっちに行ってなかったっけ？今日はキャンセルで。え？どういうことですか？お前らの予約した会場なんて行かねえよ。今日はいつも通り当日キャンセルでよろしく。すみません。おっしゃってる意味がわからないのですが。なんでわかんないの？そこまでバカなのかよ。やっぱり工場勤務は違うな。底辺のお前らにエリートの俺たちのことはわかんないか。かわいそうにな。私たちを見下しているのはもう十分存じ上げておりますが、懇親会当日に80人でドタキャンということですか？そうやって言ってんだろ。何回確認すれば気が済むわけ。いくら元請け会社の社員だからって、そこまでやっていいと思ってるんですか？思ってるよ。お前ら底辺の下請けと飲むわけねえだろ。こっちはこっちでもう懇親会は準備してるから。そういうことですか。じゃあ別の会場を予約していたってことですね。そりゃそうだよ。一応社の行事になってるんだから。じゃあ、それを分かっていて、私たちにはそのまま80名で予約しておきながら別で予約取っていたってことですか？まあそうなるね。計画してたんですね。それは残念です。別に計画ってほどじゃないけど。お前も少し考えたら分かったんじゃない？何をですか？そっちと懇親会で飲んだとしても何のメリットもないし、社員全員連れて行くメリットないって分からん？したうけど飲み会とかマジでやるわけないだろ。俺らエリート80名は別の店で飲むからキャンセルで。お宅の会社、終わりです。あ？残念ですけど、終わりですね。もうこれ以上言えることはありません。今日は来ておくべきでしたね。あなたの性格の悪さのせいで、お宅の会社は潰れるんですから。何言ってんの？うちの会社が潰れるだと？そんな失礼なこと言っていいのか？ドタキャンでイラッとしたからってそんな態度取ったら契約解除しちゃうぜ。大丈夫ですよ。こちらもそのつもりですから。え？最初から嫌がらせ目的での行為と発覚したので、浮かれるマウント社員さんには、御社の未来をお伝えしてあげますね。は？未来？お前一体何言ってんだ？あなたがキャンセルした今日の席には、御社の大株主や取引先の会長、その他の大物も全員出席していたんですよ。え？はい？どういうことですか？今、御社の社長が謝罪していました。あなたにも連絡が入っているはずですが。やばい。なんだこれ。なんで社長が出席してるんだよ。お前のとことの懇親会だったんじゃないのか。関連企業との懇親会でしたよ。それと、うちの社の開発した部品が賞を取りまして、他の大手との契約を打診されてお願いされていたので、今回の懇親会で関係を保てるようであれば、そちらをお断りしようということだったんですが、お宅はいつも通りドタキャン。ということは、許せませんよね、もちろん。そんなことになってたのか？そんなの知らないし、知らなかったんだから何もできるわけないだろ。今すぐそっちに行くから、ミスだったと伝えてくれ。伝達ミスだったと。いや、もう結構です。あ？重役の方々はご立腹で帰ってしまいました。他の取引先企業も、もうあなたの会社とは取引はできないと言っていますよ。社長も責任を取って追い出されました。え？社長が？あなたの会社の社長、社内のことを把握もせず、自分だけ出席してましたからね。他の80名はキャンセルなのに、もちろん懇親会を台無しにしたんですから、これ以上参加してても無駄でしょう。そんな、じゃあ、我が社の社長が俺のせいで懇親会から追い出されたっていうのか？はい、その通りです。あなたのせいですよ、間違いなく。社長にも他の社員にも罪はないのに、かわいそうですよね。あなたを営業で下請け担当にしたせいで、会社が潰れることになっちゃうんですからね。嘘だろ。潰れるなんて。さすがに懇親会ドタキャンだけでそんなことにはならないだろ。あなたは仕事を舐めすぎなんですよ。あ？今回の会合は、懇親会という名目での今後の関連企業のつながりを深めるか、それとも方向転換するかの大事な会合だったんです。それは俺は知らなかったんだよ。だから仕方ないだろ。悪気はなかったんだ。
どうしよう。どうしようと言われましても、もう終わったことなので何もしようがないんじゃないですか。そんな言い方ないだろ。ちなみに、前回ドタキャンした契約の件ですけど。何？契約？あの契約は白紙に戻していただいて結構です。そちらが契約日に現れなかったんですから、キャンセルということですよね。こちらは何の問題もありませんから。俺たち元請けとの契約が白紙になっていいのか？お前たちの会社にだって影響あるだろ。取引先の相手をお前呼ばわりですか。恥を知った方がいいんじゃないですか。社会人としてのマナーが欠片も感じられませんし。ちなみに、先ほども言いましたけど、うちの会社の製品を欲しがる企業は他にも多くありますから、勘違いしないでくださいね。工場だからって舐めてんじゃねえぞ。え？じゃあ本当に、いいのか？契約終了で。はい、そのつもりです。他の本日参加されている企業さんと契約を締結しますから、逆に聞きますけど、うちの工場で作っている部品なしで、どうやって御社の製品を出荷するんですか？え？そんなことも考えなしに喧嘩を売っちゃうなんて、本当に、エリートですよね。嫌味が？ま、あなたのことはもう私には関係ありませんから、今まで舐められてたのは腹立ってたけど、これで十分お返しできたので。待ってください、松山さん。謝罪させてください。自分が悪かったです。もう謝られても遅いですから。それじゃ、契約は終了させてもらいますね。さようなら、自称エリートの田中さん。田中さんは大慌てで店に駆けつけてきたんだそうですが、すでに二次会で別の店にみんな移動していて絶望。結局、田中さんのせいで田中さんの会社は周りの関連企業から取引中止されてしまい、社長が責任を取って土下座したものの、これまでの悪評も相まって完全に見切りをつけられてしまったようですね。株も売られてしまって会社は完全に終了。社長は田中さんに損害賠償を請求したんだとか。田中さんは自称エリートだったのに、今は無職で多額の借金を抱えているみたいですね。ま、当然の展開ですよね。